はい、それでは時間になりましたので、最初のセッションスタートします。マリアムヒカリさん、マリアムヒカルさんの、マウティックのウェブフックでできることスタートします。じゃあ、マリアムさん、画面共有お願いします。はい、わかりました。画面共有は、はい、こちらで OK です。はい、映っておりますですね。では、よろしくお願いします。はい、それでは、アクイアジャパンの丸山から、今日はですね、マウティックのウェブフックでできることということで、一応時間は30分用意しております。まあ、27分ぐらいで終わりにできたらいいかなというふうには思っております。まずですね、はい、私、今登壇しております、アクイアジャパンの丸山と申します。今年で、30歳、ギリギリ今29歳という節目の年になります。アクイアに、入ったのが2019年。で、そこから、今ですね、ウェブサイトのコンテンツの技術翻訳であったり、技術に関するローカライズ。アクイアでは認定試験、MA ツールの認定試験を提供しているんですけれども、そちらの翻訳にも携わっております。そして、マウティコン、今回グローバルで2回目ということなんですけれども、昨年は11月にマウティコン開催されておりましたが、そちらでも登壇をさせて、いただいておりました。この時は、アクイアで提供しているマウティックのホスティングツールの、キャンペーンスタジオと呼ばれる MA ツールと、あとは認定試験についてお話ししました。で、今回ですね、今回は、マウティックのウェブフックでできること、ウェブフックに関するお話をしたいと思います。まあ、下にずらずらと、ちょっと、導入文書いているんですけれども、まあ、ウェブフックってなかなかこう、面白いというか、結構アイディアでですね、すごくこう広がりがある、機能かなというふうに思っておりまして、まあ、今回はちょっとこちらを取り上げて、お話をしたいと思っております。なんですけれども、まあ、30分という時間もあるので、まあ、あんまり深い話っていうのはできないんですけれども、まあ、ウェブフックの入門編というような立て付けで、見ていただければなと思います。まずですね、ウェブフック、簡単におさらいしていきたいと思います。まあ、ウェブフックとは、あるアプリケーションから別のアプリケーションにデータを送信できるようにする HTTP のコールバックです。というふうに説明を書かせていただきました。まあ、ウェブフックとウェブ API、まあ、なんでしょうね。あんまりウェブフック携わりがない方っていうのは、混乱するところがあるのかなというふうに思いますと。なので、ここも少しご紹介したいなというふうに思います。まず Web API。マウティックにも Web API ありますので、ちょっと Web API と、外部のサービス。ここでは Your App というふうにちょっと名前を置いております。この連携をするという時の例を書いてます。Web API の場合はですね、これちょっと、矢印が逆なんですけれども、混乱しちゃいますね。大変申し訳ないです。ですね、ちょっと、資料の見直しが、ちょっと、間に合ってなくて申し訳なかったんですけれども、Your App が、マウティックに API リクエストを送信する。ごめんなさい。矢印逆なんですね。逆なんです。これは。Your App からマウティックに API リクエストを送信して、マウティックがYour Appにコンタクト情報、いわゆる API で、お願いされた情報というのを、返却します。これが Web API になります。流れとしては、Your App から Your App を起点にしてリクエストが、処理されるというところです。それでは Web Hook はどうなのかと言いますと、これは矢印あってますね。これ事前にやるんですけれども、事前にマウティックに Your App のエンドポイントを送っておくんですね。で、それが設定された後の話になります。で、マウティックがですね、
まあ、例えばこうコンタクト情報を検知しましたと。あとはフォームの送信を検知しました。そのタイミングに YourApp のエンドポイント、事前に登録、マウティックに登録している YourApp のエンドポイントに Webhook のペイロード、まあ、いわゆる、情報ですね。マウティックに、まあ、コンタクト情報ですとか、フォームサブミット時の、データっていうのを、送信。で、じゃ YourApp 側は、ありがとうって言って、まあ、なんでしょうね。本当に、200 OK をですね、まあ、返すだけと。まあ、そういう流れになります。なので、通常ですね、例えば、YourApp 側が、コンタクトの、情報っていうのを、全部、マウティック側でコンタクトが、追加されたら、それを、その情報が欲しいですっていうふうになったときに、Webhook がないと、Web API を、こう、一定の間隔でポーリングする必要がありますよね。なんですけれども、Webhook があることによって、マウティック側から、Webhook という機能を通じて、最適な、まあ、コンタクト情報だったコンタクトが、更新されたタイミングで YourApp に送ってくれると。まあ、そういう機能になっています。ということで、こちらにまとめますと、Web API の場合は、YourApp が、トリガーを引くという形です。Webhook の場合は、マウティックがトリガーを引く。こういった形になっています。で、ちょっと私の方でですね、まあ、主要な MA ツールっていうのは、まあ、Webhook って実際あるのかなという、ちょっと疑問に思いまして、まあ、Google 先生にですね、聞いてみましたと。なんでしょうね。もう Webhook もですね、Web API 同様、非常に浸透して、もう各ベンダーもですね、標準で用意しているのかなと思いつつもですね、やっぱり、対応している企業と、おそらくこれはもしかしたら対応していないのかなというような、企業様がありましたと。というところです。やっぱり、長くやっている、マルケットだったり、エロクア、あたりは、きちんと Webhook の機能っていうのがドキュメントで、確認することができました。HubSpot も、非常に、エロクア、マルケットに、まあ、機能的には大差ないのかなというような、Webhook の機能っていうのはドキュメントで確認できました。で、悟りさん、日本国産の MA ツールの悟りさんに関しても、Webhook 対応しましたっていうプレスリリースを、Google で見つけまして、あるんだなと。で、中身を見てみるとですね、Webhook のトリガー、イベントですね、取得できるイベントが、フォーム送信のみというところだったので、これから、まあ、機能を拡充していくのかなというふうに思った次第です。で、今、右側ですね、未確認。ちょっと Google 先生でですね、ちょっと出てこなかったんですね。もしかしたら、利用者にだけ、ドキュメントを公開しているっていう場合ももしかしたらあるかと思いますし、ちょっと私が、ちょっと Google 力が足りなくて見つけられなかったっていうところもあるかもしれないんですけれども、まあ、なので、未確認というふうにしています。まあ、パードとはちょっと意外だなって思ったんですけれども、Webhook の機能は、2018年の時点では用意されてないというふうな、スタックオーバーフローは見つけました。あとは、国産の B-、あとはリストファインダーなんかも、Webhook っていうのの機能はちょっと確認ができなかったというところになります。はい。まあ、というですね、今、Webhook について、マウティックに関わらない Webhook についてっていうお話と、まあ、マウティック以外のですね、まあ、各社の Webhook の対応状況というのを見ていきましたと。なので、ここから実際にマウティックの Webhook の機能を詳しく紹介していきたいと思います。マウティックで利用可能な Webhook のアクションっていうのは、いろいろあります。例えばですね、メールの送信開封、
っていうのをトリガーに、Webhook のペイロードが送れたりですとか、テキストの送信っていうのは、いわゆる SMS ですね。メールと同様にテキストが送信されたっていうのをトリガーに、ペイロードを送信して、処理ができると。よく使われるのは、フォームの送信トリガーに、スラックに通知するみたいなところは、よく見るかなと思うんですけど、まあ、フォームの送信をトリガーに、引きますと。あとは、コンタクトの作成、更新、ポイントの変更。ポイントっていうのは、いわゆる、ユーザーがホットかどうかっていうのを見極めるための、数値ですね。まあ、スコアとも言いますけれども、ポイントの変更トリガーにできるっていうところと、あとはコンタクトが削除されたところをトリガーに取れます。最後に、ページヒットですね。ここが一番知りたいところかなと思うんですね。Webhook って、じゃあ、どういう時に利用できるんでしょう。どういうことに活用できるんでしょうというお話です。まあ、ここはですね、本当に皆さんのアイディア次第のところなのかなというふうに思うんですけれども、まあ、例えばということで3つ例を出しています。フォームの送信アクションを利用して、フォームの送信内容を Google スプレッドシートに転記。まあ、これはですね、Google スプレッドシートも、Webhook を用意しているので、まあ、ザピアとかでつなげると、まあ、ノーコードで簡単に実現できるというところですね。次に、コンタクトの作成更新アクションを2つ利用して、コンタクト情報をですね、CRM に、同期させるということも、Webhook を介して、できるようになっています。最後に、コンタクトのポイント変更アクションを利用して、MQL 通知をスラックで送信する。いわゆる、まあ、MQL、そうですね、スコアがですね、例えば、コンタクトのスコアが100ポイントになったタイミングで、まあ、スラックに通知を送って、チームで共有する。まあ、そういったことが、例えば実現できるかなというところです。先ほどですね、マウティックで利用可能な Webhook のアクションって、こういったものがございますよというふうにご紹介しましたが、まあ、これ以外のタイミングで Webhook はマウティック上で起動できないんでしょうか？起動できると便利な気がしますよね。例えば、なんでしょうね。これ以外の、パッとはね、思い浮かばないんですけれども、これら以外のタイミングで Webhook を起動できるのか否かで言うと、これは可能です。まあ、どうやってやるのかというと、まあ、マウティック上で、まあ、キャンペーンと呼ばれる、いわゆるカスタマージャーニーのですね、フローを設計できる機能がありますけれども、その中の、アクションの一つとして Webhook を送信というところで、Webhook のペイロードを指定したり、Webhook のですね、その時に送るペイロードの中身、データですね、指定するということができるので、このキャンペーンの中でですね、任意のタイミングで、Webhook 送信することが可能になっているというところですね。なんかちなみに、マルケトのドキュメントを見たところ、マルケトも同じような仕組みになっていて、逆にマルケトだと、こういう、マウティックでキャンペーンと呼ばれるのを、マルケトだと、プログラムだったかな。プログラムというふうに、呼ぶんですけれども、その中で、Webhook を、起動するというような、仕様だったような、ように、見受けられました。ということでですね、はい、ここからは Webhook の作成方法ということで、マウティックで Webhook を作成する方法を見ていきます。まず、マウティックの管理画面上で Webhook を管理する場所っていうのは、画面のですね、マウティックのページに移動しまして、マウティックの画面の、
左側にですね、歯車マーク、いわゆるこう、詳細な設定項目が、そう、詳細な設定メニューが出てくる、歯車マークがあります。で、そこから、Webhook っていうメニューがありますので、その中で基本的に Webhook の新規作成であったり、すでに作った Webhook の一覧とか、編集っていうのが、行えます。それではですね、じゃあ新規作成するってなった時に、作成画面を、左側に掲載しています。一つずつ見ていくんですけれども、まず Webhook の名前。これは、Mautic の、管理上ですね、必要なものになります。これは何でも OK です。Webhook の説明も、チーム内でですね、わかるように書き換えていただければ何でも OK です。シークレット。これは、後ほど詳しく解説をしていきたいなと思います。Webhook のポスト URL。これは必ず指定する必要があって、ここにですね、Mautic から呼び出してほしい URL、Mautic から Webhook ペイロードを送信してほしい URL ですね。下の図で言うと、右側の UApp のエンドポイントを設定します。最後に、Webhook イベントっていうのが、いくつか並んでおります。なので、先ほど紹介した、Mautic で利用できる、Webhook イベントを紹介しましたけれども、この、設定する Webhook 内で、どの、イベントに対して、起動するかっていうのを、ここで選択することが可能になっています。なので、フォーム送信のみ必要だったら、フォーム送信に対して、チェックを入れればいいですし、コンタクトのイベント、コンタクトのイベントを更新、これ多分、コンタクトの、変更を感知するものだと思うんですけれども、それと、コンタクトの認識、おそらくこれは、作成時のものだと思いますけれども、それを、チェック2つ入れると。これは複数選択可能なですので、そういったようにですね、ここで Webhook イベントを、指定すると。あとは、テストペイロードを送信っていう、地味に便利な機能もついてますね。そこで、Webhook をテストするためのですね、ツール、いくつか、有名なものがありますので、ここに載っけています。いわゆる、ここにちょっと図を載っけてないですけども、このスライドで言う、UApp の部分ですね。UApp を、どのように、どのツールで補えるのかっていうところです。まず一つがザピア。これは非常に有名なので、もう説明不要なのかなと思うんですけれども、非常に多くのですね、SaaS のインテグレーションが用意されていて、Mautic でも、もうインテグレーションが用意されているので、すぐにノンコーディングで使い始めることが可能です。次にリクエストビンと呼ばれる、これはザピアのようなサービスというふうに、捉えていただいていいのかなというふうに思います。まだまだザピアの後発の、サービスで、無料で、今の時点では無料で提供されているものになっているので、テストをするときには、ザピアだと、少しいろんなことをやろうとするとお金がかかってきたりするんですけれども、今、リクエストビンというツールは無料で提供されているので、ここでいろいろテストするというのも、いいのかなというふうに思います。最後に、エングロック。私は心の中ではずっと、ヌグロックというふうに呼んでるんですけれども、ネットで検索するとエングロックっていうのが呼び方らしいです。これは、ローカルホスト、自分の、ローカル環境で、立ち上げたですね、アプリケーションを、もうコマンド一つで、外部にパブリッシュできる、そういう便利なツールになっています。はい、ということで、安全に Webhook を利用する。先ほど、Webhook の、作成画面ですね。作成画面にシークレットと呼ばれる項目があったかと思います。その項目の説明なんですけれども、Webhook ペイロードの送り先
このスライドで言うと、Your App の部分になります。Your App へのリクエストっていうのが、実際に、意図したマウティック、まあ、意図した場所から送られたものなのかというのを確認するために、シークレットを使って、それを実現できます。で、このシークレットっていうのは、Webhook の、Webhook はマウティックの管理画面で作成するときに自動的に付与されるものになっていますが、自分で、まあ、文字列を指定することもできますが、基本的には特にデフォルトのままでいいのかなというふうに思います。このシークレットっていうのは任意なものになっていますが、一応推奨ということで、まあ、使った方がいいですよというふうに言われています。それはなぜなのかというのを紹介します。なぜシークレットが、用意、マウティックでシークレットという機能が用意されているのかということで、先ほど紹介した Webhook の図になります。まあ、基本的に、マウティックから、まあ、自分のマウティックの環境ですね。マウティックから Your App に対して、ポストリクエストを送ることによって、まあ、データですね。ここで言ったら、コンタクト情報っていうのを Your App に送っています。ただですね、これっていうのは、Your App に対して、まあ、この Your App のエンドポイントが、まあ、公開というか、バレてしまったら、普通にですね、改ざんできてしまう危険性が、あるというところですね。まあ、マウティックから、Your App に対して、ポストリクエストを送るということと、この攻撃者がですね、Your App に対して、偽物のコンタクト情報を送って、全部処理していたら、まあ、マウティック、まあ、そのデータをですね、改ざんできてしまうと。いうことが発生してしまいます。なので、シークレットを利用することによって、この、シークレットはですね、この Webhook Signature というヘッダーを用意して、まあ、検証していくんですけれども、Mautic 側ではデフォルトでこの Webhook Signature というヘッダーをつけています。で、先ほどのシークレットを利用して、ペイロードと、組み合わせてですね、ハッシュ値を、作ったものをこの Webhook Signature に、付与しています。なので、この Your App 側は、このヘッダーを見てですね、事前に管理画面上で見えているシークレットを利用して、シークレットとあとは送られてきたペイロード、まあ、ここでいう JSON コンタクト情報ですね。それを利用して、ハッシュ値を出しますと。で、なので、そのハッシュ値を、この Webhook Signature で送られてきたヘッダーと付き合わせて、合致すればですね、正しいものと、信頼できるリクエストだというふうに認識します。で、この、ヘッダーがなかったりですね、ヘッダーの値が間違っていたりしたら、これは、おそらく信頼できないリクエストだろうということで、まあ、無視するっていうことが、この Your App 上で、実装できるということになります。なので、シークレットがあることによって、送信された Webhook ペイロードの信頼性というのを証明できる。まあ、セキュリティがすごくこう向上するというところになります。ということで、Webhook を、じゃあ実際にですね、まあ、ここからはハンズオン的な形で、サンプルコードと一緒に、解説をしていきたいと思います。Webhook のサンプルコード、マウティックのドキュメントの方で、Webhook のサンプルコードが公開されているんですね。PHP のサンプルコードが。なので、これを、先ほどの紹介した ngrok で公開して、それをマウティックと一緒に動かしてみたいと思います。ちなみに、このサンプルコードにも、シークレットを用いた、まあ、検証というのが入っているものになっています。ということで、サンプルコードを動かそう。手順1は、ngrok をローカル環境にインストールをします。
これすごく簡単で、Mac であれば、ホームブリューでインストールが可能です。そして手順2。これは、サンプルコードをですね、Mautic のドキュメントからコピーしてきて、ローカル環境に、ここでは webhooktest.php というですね、ファイルを作って配置します。手順3は、Mautic の管理画面に移動をして、webhook を新規で作成します。その時にシークレットが自動的に発行されるので、コピーします。で、ここでですね、やっていただきたいのは、保存をまずせずに、ステイするということですね。この状態で、まだ保存をしないで、ここでちょっと、また違う画面にちょっと戻りたいと思います。手順4は、またですね、ソースコードの方に戻りまして、サンプルコードで、mySecret っていう値が出てるんですけれども、それをですね、手順3でコピーしたシークレットに置き換えます。手順5は webhooktest.php が配置されているディレクトリ直下で、PHP の簡易サーバーを起動します。手順6は、ngrok でローカルサーバーを外部公開して、そこで、出てきた公開 URL ですね、をコピーします。ちなみに、ngrok でローカルサーバーを外部公開するコマンドは ngrokhttp と、あとは、ローカルで起動している、ポートを指定するだけで立ち上がります。手順7は、Mautic 側の設定に戻りまして、webhook post URL に先ほどコピーした、ngrok の、URL ですね。そちらをセットして、そこで、保存ができますと。これで、設定完了です。では、テストをしてみましょう。ということで、ちょっとテストの前にですね、このサンプルファイルって、ログもですね、溜まるように設計されているので、webhooktest.php が配置されているディレクトリ直下で、次のコマンドを実行しますと。テイルでログファイルをリアルタイムで表示しながらちょっと見てみましょう。そして、webhook テストしてみます。まずは正常系のテストですね。テストペイロード送信というボタンが、設定ファイル、ファイルの中に、設定画面の中にあるので、それをクリックすると、どんなログが出力されるのかっていうのを確認したいと思います。ログファイルを確認するとですね、オーセンティシティベリフィケーション OK というふうに表示されるかと思います。これは、Mautic から送信されるリクエストに、Webhook シグネチャーヘッダーは必ず付与されています。なので、それって webhooktest.php 内で、発注値が計算されますので、それを照らし合わせて合致したということになります。次は異常系のテストです。これはですね、例えば、ポストマンとかで、Mautic から、送られていないリクエストを想定します。なので、ちょっとポストマンでですね、webhook 送信先、ここで ngrok で公開されている送信先に、ポストリクエスト、送信します。これは、webhook シグネチャーヘッダーを付与していない状態で送っています。そうすると、ログファイルには、not authentic と表示されるようになるかと思います。なので、このヘッダ値を、この UAAP 側で確認することによって、安全なリクエスト、そうでないものを振り分けるということが可能になっているというところです。ということで、まとめですが、Mautic の webhook についておさらいをして、そしてですね、Mautic で、具体的にこう利用するところで、利用可能な webhook のアクションであったり、作成方法、そして、シークレットの使い方、最後にサンプルコードの実行例をご紹介しました。ということで、時間ぴったりに終わります。良い、webhook ライフを送っていただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では、もう、時間になるので、次の寺岡さんのセッションに入りたいと、思います。丸山さん、ありがとうございました。